時代に入ってきたような気もしないでもないですね。ジャーナリスティックに言ってるように聞こえるかもしれないけど、まあ、僕もここで書いてるのはその問題よりはむしろその固有名の問題は多分名前です名前でまあ、彼の小説もそうですけど、名前がついて名前があるからこの人別だとは言えないんです。自分の名前まで変わってしまってるじゃないですか。だからこの名前を持ってる人ものがあの このものだとは言えない。だから名前というのは何も保証しないんですよ。それで、じゃあ名前とは何かと、言語学というのはですね、固有名は扱わないんですよ。それで、まあ、ソシウリムラールみんな固有名は扱わない。名前は言語というのは関係の体系だと言いながら固有名だけは使わない。はっきり、まあ、その人の例としてはですよ、固有名って翻訳されないじゃない。変な翻訳ありますよ。ヨエテとかケイエテが言ったという笑い話があるくらいだよ。ヨエテとか俺のことかと言えばいい。それあるある。だから固有名って翻訳されないんですよ。みたいに、まあ、結構訳してるんですけどね。だからなぜ訳されないのか、そういう考え、言語学者はそう考えてこなかった。だから僕は考えた。でその時に必要になるのが可能世界という考えがやっぱり必要なんです。だからそういうふうに、この私というところからどんどんずれていって転化されているのはこの本なんですよ。最近こういうことやってないからね。僕の書いてることを知ってる人でもそんな昔こういうことやってたんだなってことをあんま知らないと思うんで今日ちょっと言いました。はい、これって正確に40代の仕事。そうですね、ですね。なんか中年の危機を迎えたぐらい。そうです。まあ、だんだんと哲学者になってきたんだ。いや、先ほどちょっとこの問題はこれから旬になるっていう話をした背景に、まあ、そのシンギュラリティっていう用語からの連想もあるけれども、いわゆる人工知能 の得意点の問題ですね。でこれを こう考えるときに、まあ、大体そもそもが人間とその人工知能 の差ということをに注目して議論はあったけれども、もともとその得意点というのは差がなくなるというか区別がつかなくなるその先の話ですので、でこの時に例えばまあ我々が脳の構造として基本的には細胞というハードにまあ、DNA に載ってるようなそのゲノム的な情報を駆動させてっていうことでは、まあ、人間機械論というのが昔からありますけれども、でもあまりにもねハードの方がバグが多いっていうか、ということでいろいろな錯誤を犯してきて、でそれでなおかつその私なんて探求してもしょうがないようなものについて証拠もなく特に人文学の世界では探求し続けてきて、まあ、それにああでもないこうでもないをやってきたその営み全てを何となく人の営みあるいはヒューマニティというんですよね。でこういうようなちょっとブレの多い面白い活動をしてきた部分についてバグの少ないような人工知能がそういうような領域、まあ、要するにアートですね、芸術活動とか表現活動とか叙述活動とか哲学とかですね、文学とかですね、そういう営みをやる意味があるかどうかということをね、ある意味してちょっとしたテーマではなっているかなと思うんですけど、だからまあそのシンギュラリティで意味が違うから、ね、まあね、まあ、得意点っていうか得意点とか言っても、だから今の問題とつながる気はないと思いますけど、いやでもこの私を言うこと、人が言うことに対して、
この知能、この知能っていうか、うん、この装置とか、この機械とか、ということは、まあ、うん、ほとんど、ね、ただね、僕は この中で一番大事なのは、自分のことじゃなくて、他人のことです。うん、それで、つまり、コンピューターと人間で、やれるんじゃないかっていうのには、もう完全にこの他者は抜けてる、ね。そうですね。でも、だいぶ同じなんですよ。だからそんなものは、ね、何歩発展しても何もなくない、うん、そうです。まあだから人が猫を見る時の態度に、いや、まあ、似てるのかもしれないけど、これは今の、あれから言えば、例えば資本と国家みたいなものをコンピューターでどうするの、うん、ただの道具にすぎない。俺らの書評でアレクシエビッチの本の書かれてましたよね。ええ、であそこには文学が出ていて、それはいわゆるこのシンギュラリティっていうものが描かれてるって大変なんですけど、受け取る感じと感覚として受け取られるっていうことだと思ってもよろしいんでしょうか。よろしいんでしょう。でつまり体さんがそこで文学って言った時には、そのシンギュラリティを扱っているのが文学だと。まあ、そういうふうに説明を通しできないんですけど、ですね、ただ言い方が分かるなと思うんです。ここだんだんあれって多分、本当にそう書いてあるんだから間違いないと思うんですけど、テープ取ったり、ね、テープ取ったもので、本人がそれを構成したようなものではない。ところがそうしたら何も書いてない、作家としては何も書いてないように見えるんだけど、彼女はその話が文学になりかけているところを記録しようとしてる。じゃあそれは何なんですか、文学はってことになるけど、定義不能だけど、それがシンギュラーだと思う。だから本人、書いてる本人も分かんないし、それでか、だからどう感じられるんでしょう、喋っている時にこの人がある時期から文学に、これの文学に入ったとか、うん、秋の小説同じです。いや、俺でも、まあ、社会学者は俺を書かないでしょう、ね、書かないけど、まあ、とにかくなんか僕は何となく刺激されたのは哲学を感じたんですよ、その我々に、はい、うん、だからそれ、君はそういう子に文学があると言ってもいいわけじゃない、哲学だとどうでもいいんですよ、言葉は、そこに、感じられるというのを、まあ、仮に文学というのは文学、その時は文学っていう、すごいいい意味で言ってるんです。いい意味でもあるけれども、ね、そういう意味じゃ、まあ、唐谷さんも探求を30年ぶりに読み返したりするところに、若干また文学へのノスタルジー、あるいはノスタルジー一番似合わないですけど、何か可能性はまだあるような感じですか。いや、それはまあ、それは違う。死を宣告しといた当人に聞くのもなんですが。いや、分からんよ、俺は分からんよ。これどうして、まあ、だから役割は終わったかとは思うという意味で、かつてのね、近代文学、近代小説の詩の、あれは私どもは容易に受け止められましたけどね。まあね、島田君とかもね、みんなね、僕がまだ若かった頃のに出てきた人たち、この人なんかはね、だから、カルデンさんは、まあ、今も凶暴ですけど、もっと凶暴だった頃から知っているすごいね。本当、この間のたけしの、まあ、映画として